クラリスタの手下に一人いるんですよ。ほぼ俺のやつが。俺のためのアニメかなって思ったよね。みんな149センチ以下ってこと？変態だね。変態のタイトルの付け方だね。最高だね。うん。女の子とデートしてると、ひったくりが来たりとか、デパートにデートに行くと、火事になったりとか、林間学校行くと、クマが出てくる。みんな今どんなアニメ見てる？俺今結構いろいろ見てんだけどさ、まあ、水星の魔女は感想動画を上げまくってるから当然として、他に見てるのが推しの子はね当然見てるし、ゲッターロボも見てるし、推しの子を見てたらゲッターロボも見てると。推しの子はそもそもね俺原作を読んどるから展開は全部知っとんだけどね、欠かさず原作を追いかけてるから。面白いよな。アニメでまた演出が強化されてっからよ。で、そう、江戸前エルフも見てる。なんか、あれ、すごいご当地感強いね。月島のあたりの名物とか、あと、街並みとか、文化とか、すげえいっぱい出てくる。地域密着型の作品か、あれ。江戸前エルフって。俺原作は知らないんだ。アニメで初めて見たから。いいよね、小清水さんのお芝居。最近あんまり小清水さんのああいうお芝居見てなかったからちょっと新鮮だったんだよね。江戸前エルフ。江戸前エルフの最新話は水星の魔女コラボみたいになってた。マジ？それまだ見れてないんだよね。あ、マッシュルね。マッシュルはジャンプ本誌でずっと読んでる。で、あとデッドマウントディスプレイ。皆さんご存知、成田良吾先生原作のデッドマウントディスプレイ見てますか？ FGO プレイヤーなら見とかないと。面白いよ、デッドマウントディスプレイ。俺は原作読んでるから、またこれも展開知っちゃってるんだけれども、第1話の流れ、とてもいいよ。多分みんなびっくりすると思う。そっちって。ミスディードを誘う展開になってるから。そっちってなるよね。ああいうところが成田さん実に巧みだよな。で、あと、実はこのデッドマントディスプレイ、俺をモデルにしたキャラクターがいるのを知ってた。みんな知ってる人いるかな？気づいてる人いるんだったら、かなりのマフィアカジタフリークと言ってもいいんだけれども。知ってるかな？ああ、やっぱいる。肉好きさんおめでとうございます。そう。クラリスタの手下に一人いるんですよ。ほぼ俺のやつが。これ原作からね、実はいるのよ。スキンヘッドでグラサンでヒゲのやつが。で、成田先生からこういうキャラいますみたいな感じで。ちょっとカジタさん、ちょっとネタで。モデルにさせてもらいました的なやつ。今んとこ第2話かな。第2話で、拷問部屋に踏み込むところで一番わかると思う。銃構えてるやつの中に、スキンヘッド2、3人いるんだけれども、そのうち1人がちゃんと俺っぽいやつがいる。嬉しいよね、でもそういうのって。俺って結構その、いろんな漫画とかアニメとか小説とかに、モデルとして登場してるんだけれども、いや、非常にありがたいよ。なんせ物語の世界にちょっとでも入れるというか絡めるっていうのはね、オタクとしては夢のような話だから、そういうね、お遊びをやってくれる作家さんたちにはもう感謝しかないですよね。愛してくださってありがとうございますと。公式ホームページで確認したらいた？あいつ公式ホームページとか載ってんの？名前もないモブなんだけど。なんかアニメ現場でも関係者の中ではマフィアカジタって呼んでるらしいよ。今んとこ2話以降出てる覚えないんだよな。よかったらね、原作も購入して探してみてくださいね、どっかにいるから。あ、ギルティークラウンの漫画にも出てたよ。テロリストの役で。ギルクラの漫画版ではテロリストをやってた。まあそうよね、デッドマウントディスプレイはとにかくよくできた話だからぜひ見てほしい。あとは、スキップとローファー。スキップとローファーも、これアフタヌーンで読んでた俺。アフタヌーンで読んでて、すげえよくできた空気感のいい話だなと思ってたんだけども、アニメもすげえ気合入ってて嬉しかったね。めちゃめちゃ原作を愛してる人が作ってるのが伝わってくる。めっちゃいい。作画もいいし、演出もいいし、曲もいい。幸運な作品だよね。スタッフに愛されてる。物語がすごくいいから、やっぱり気持ちも入るんじゃないかな。月戸はすごく丁寧に作られてるよね。マージナルオペレーションのカジタは、あれは俺をモデルにしたキャラクターの中でもトップクラスにカジタですね。名前もカジタだし、見た目もカジタだし、もうカジタそのままで登場してるから、マージナルオペレーションでは。マジオペもアニメ化してほしいな。少年兵の話っていうところが随分センシティブだから、難しいなとは思うんだけれども。ちなみにマジオペはね、
短編小説で俺主人公もやってますんで、マジオペの短編小説外伝だけ集めた単行本も出てんだけど、そこでは表紙にもいますよ。だからアニメ化してくれりゃ、ね、梶田役は当然梶田さんにやってもらいますって約束はほぼ無理やり取り付けてるんだけれども、いつアニメ化するんだってアニメ化してくれよ、頼むからうん、マジオペが面白いのはね、ヒロインの一人がエルフなんだけれども、本物のエルフじゃねえんだわ。エルフに憧れたアメリカ人の女の子が耳を手術してエルフ耳にしてんだよ。そういう実に柴村さんっぽい、うん、マジオペ世界のカジタはそのエルフ耳の女の子に惚れちゃうんですよね、うん、だから彼女を守るために奔走するんですけれどもっていう話です。はい、神なき世界の神様活動めっちゃ面白いよな。いろんなとこはちぐはぐなんだわこれ意図してやってんのか、それともたまたま面白くなっちゃってんのかっていうのが分かんない点もあるし、コンバインとかを乗り回すシーンでほぼ実写になってるのはあれ意図してやってると思うんだけれども、神なき世界の神様活動に登場するモンスターの CG、 あの不思議な感じ何なんだろうね。あれ、モンスターのポリゴンだけ馴染ませる気が全くないんだよね、アニメに。あれはあれですげえ面白いし見慣れてきたんだけれども、あれは一体どういう意図のやつなのかな。作画はめっちゃ安定してんだけどね。まあ見栄えはともかく、ストーリー自体がかなり興味深いから、俺漫画も読み始めちゃったよ、アニメが好きで。そうそう、プレステ2のポリゴン思い出すんだよな。今の時代逆にね珍しいんだよ、うん、あんなプレステ2っぽいポリゴンだから見ててすごい目を引くアニメなんだよね。まあ妙なテンションだし、いわゆる新興宗教をネタにしてるから、ちょっとセンシティブな描写もあるんだけれども、それをうまくなんかこうギャグに昇華してるっつうのか、ブラックジョーク味もあるよな。あとね、アイドルマスターシンデレラガールズ U149 デレマスの幼女ばっか集めたやついやー、びっくりしたよね。俺のためのアニメかなって思ったよね。うん。アンダー149？ うん。みんな149センチ以下ってこと？あー、変態だね。変態のタイトルの付け方だね。最高だね。うん、U149、マジで。前は楽しみにしてるよ。うん。純粋な気持ちでよ。うん。なんか俺が言うとすげー、警察呼ばれそうになるけれども、純粋な気持ちですげー楽しんでんだよ。心がね、こう、柔らかく、丸く柔らかくなるよ、このアニメは。ただね、ミリアちゃんが生放送に出るくだりは、マジで胸が締め付けられて、やめてくれ、やめてくれってずっと思ってた。心臓が痛くなるほど、頼む、勘弁してくれって思った。ダメだよ。インターネットチンパンジーどもの前に幼女引きずり出しちゃダメだよ。インターネットのコメント欄なんてもうそんなもう、チンパンジーの巣窟なんだから。怖かったよ。まあ、ミリアちゃんのね、天性の、太陽スマイルでなんとかなったけれども、ヒヤッとしたマジで。あの描写はマジで心臓に来た。それはそれとして、何が好きかっていうと、第1話でみんながプロデューサーに挨拶するときにちゃんとカードのイラストになるんだよね。動いているのが急に止まって、そのピタッと止まった瞬間が完璧にカードイラストと一緒っていうのは、あの演出最高だった。わかってるーって思った。あれは良かったね。なんか見ててすごいワクワクしたよ。俺は随分デレマスから卒業して長いんだけれども、その時特に知らなかったというか、詳しく知らなかったキャラクターを、まあ、このアニメで再び知ることができて、それが嬉しいね。でさ、やってた頃には知らなかったっていうのが、的場梨沙ちゃん。ギャルっぽい子。まだ幼いのに随分と、服装とか、化粧とかが、大人っぽい。いいね。すごくいい。押しちゃいそう。すっごい好き。何がいいってパパ大好きなところがいい。ちょっとパパ好きすぎるところがいい。だってこのさ、見た目で、この性格でパパ大好きなんだぜ。最高じゃない？もう、いろんなもう不正とかいろんなもんが刺激されるよね。おませなのにパパ好きは来るものがあるよね。あんなに愛されるパパってどんななんだろうな。バリサちゃんのパパって、姿とか出たことある？あんな娘から、幼い娘から尊敬されるなんてね、教えを乞いたいよ。教えを。あとね、ももかちゃま。ももかちゃまはもともと結構心を奪われてるんだけれども、アニメでなおのことだよね。バンジージャンプ飛ばされると思ってなかったな。あれは、ゲームの中でもあったのか？ああいうのって。バンジージャンプ飛んでんのって幸子のイメージしかなかったからさ。ももかちゃまがね、すんごい仕事に対して真摯で、なんたるいい子かと。あの歳であの大人びてる感じはちょっと危ないね。うん。
大人がもっとしっかりと子供らしくさせてあげなきゃいけないよ。うん。とか言うとね、私って子供らしくないんでしょうかって、ももこちゃんは傷ついちゃうから。確かにそうだよね。本人が本人のパーソナリティ持ってんのに、子供らしくとか言うのも、それは残酷な話よね。本人が良ければそれでいいのよ。本人がそういうパーソナリティで、そもそもそういう風に生きることが自然体になったらそれでいいよね。可愛らしいよね、ももかちゃま。っていうか、もう結論言うと全員可愛い。U149 の面々、もうみんな可愛い。むちゃくちゃ可愛い。うん。ドーダーマミーワイフ。ドーダーマミーワイフ。海外に来の呼び方、語が深すぎるぞ。ドーダーマミーワイフ、意味理解できちゃうけど。甘え方を知らないまま大人になると辛いのよねって。そうな。その通りやね。俺もまともな少年時代を歩んだとは言いづらいから、今こんな大人になっちまってるけれども、ももかちゃまにはまっすぐ育ってほしいです。あとね、異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する。レベルアップは人生を変えた。タイトルが長い。これ系はタイトルが長いんよ。これ面白いね。うん。作画がすごく安定してるし、モブの女の子までちゃんと可愛く描いてるのが好印象だったのよ、最初。街歩いてると主人公がずっとキャーキャー言われるレベルで、いわゆる俺杖系なのかな。うん。スーパー完全無欠主人公かな。うん。だから街歩くだけで女の子にキャーキャー言われるんだけど、そのキャーキャー言ってるモブの女の子までちゃんと丁寧に作画されてるのは俺は気に入ってる。まあ、展開としてはね、実に言ってしまうとご都合よ。うん。主人公行くところで事件が起こり、その事件に対して主人公がスーパーパワーで解決し、またモテまくるという。とても都合がいい。でもこういうのでいいのよ。うん。もうこういうのでいいんだわ、こういうので。うん。こういう真っ当にストレートなやつが美味しかったりするんだわ。あと、好感が持てる。主人公に好感が持てるの大事。最初、めちゃくちゃいじめられんのよ。めちゃくちゃいじめ描写がえげつないから、俺結構見んのきつかったんだけれども、主人公かわいそすぎて。なんかもう、ずーっとひどい目に遭わされてるから、あんまりにもあんまりでさ、わーもういい加減に、もう幸せにしてやってくれって思ったら、まあ幸せになりすぎたよね。異世界でチート能力手にしてから、もう、とにかくラッキーの連続よ。まあラックにすげーステータス振ってるからって理由はあるんだけどね。うん。ただ、主人公がそのね、やっぱ痛みを知る人間だからこそ、チート能力手に入れても調子こかないというか、まっとうにいいやつなんだよね。うん。だから、まあ、鼻につかないんだわ。うん。すげえ、いいやつだから、ここまでイケメンで完全無欠でも、なんかこの野郎ってなんない。うん。お前苦労したもんなって気分で見守ることができるわ。ただ、たまに笑っちゃうね。うん。あんまりにも展開が都合が良すぎて笑っちゃうことはある。女の子とデートしてると、ひったくりが来たりとか、デパートにデートに行くと、火事になったりとか、林間学校行くと、クマが出てくる。林間学校でクマ出てきた時はさすがに笑っちゃった。そこまでの展開はさすが、まあ、まあ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 、まだわかるまだわかるってなってたんだけど、クマ出てきた時はさすがに笑っちゃったよ。いや、面白いよ、このアニメ。うん。やりすぎてる。いろいろやりすぎてるのが面白い。でも何があっても主人公が解決してくれるっていうその安心感があるから安心して見れるんだよね。そうそう、コナンとか金田一みたいな感じ。主人公あるとこに事件あり。主人公のそばにいると、確実に事件に巻き込まれる。しかも命に関わるような。うん。おもろかったわ、あれ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。